こんばんは、メガトンです。ゼイアービリオンズキャンペーンがついにリリースされました。こちらね、スチームエディションバージョン 1.0.1、キャンペーンね、やってみようぜ。全く初めてなんでどうなるかわかんねえけど。名前の、はい。行くで？はいよ。いいかな、はい。We will never know what happened.字幕ついてる。More than two centuries ago, when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares. How ironic that they ended up like this. I am Quintus Crane, your leader, your savior.I founded the new empire and the city that now shelters you. And now, the time has come to no longer live hidden like rats behind the walls of the great crater. It's time to face our monsters. Time to go out into the world and reconquer it for the glory of humankind, for the glory of the newEmpire! 13年後、飛んだね。あれ、王様どうした？はい。あ、これで俺なのね。Well, I warn you, my young general, your mission won't be an easy one. How many attempts have there been so far? 10? 12? All your predecessors are dead or have gone mad. Do you really think you can do better than them? Okay, I'll give you a chance. Listen carefully.Our goal is to build new colonies in strategic locations to expand the empire beyond the Great Crater. I also want you to explore the ancient human strongholds and retrieve any technology from before the pandemic. We will use that to build more powerful colonies. You may also find swarms blocking your way.Destroy them with the might of the Empire's army. But be warned, failure is not an option. Succeed in your mission or never return. あれ、いきなり始まる感じっぽいぞ。来た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 、マップだ。ここが帝国ね。なになに、キャンペーンヒーローの選択。キャンペーンヒーローは古代の人類の強さを調査する戦術ミッションのメインユニットとなります。一旦選んだらキャンペーン中に変更することはできません。まあ、男女カリオペかカエルスか。いやー、これは攻撃は遅いですが一発で多くのか、まあ、範囲攻撃持ってんだな俺な。ほうほう。でこっち女性の方が戦闘のスピードが、射撃の腕前も有名ですが、2本のピストルをいつも持ち歩いており、射程は長くないが、あ、彼の射撃速、ん、これ男なのこれ、そんなわけないよね。いや、まあまあまあ男かな。はい、カエルスさん。ほう。ミッションマップではキャンペーンに関する全体的な状況が表示されます。を計画できます。なんですか、まずミッションを選べると、左クリックしたままマウスをドラッグするか矢印キーでマップを移動できます。まあ、ズームもできます。はい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 。常にいくつかのミッションから選択できます。ほう、選べるんだね。いくぞ。まずこっからね。あー、広い広い。まずは秘密の谷からだ。一番簡単なやつだね。でここは特にミッションはねえのかこれ。はい、じゃあこれやってみよう。プレイ可能ミッション。これ。いろいろあんね。これ何？なんもねや。これは？なんだ？研究室。
研究室では取得した研究ポイントを使用してコロニーを技術的に進化させることができます。ほう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 。ああ、これで覚えるんだね。あ、戻せるって書いてある。また今50ある。ん？自動小銃。あ、これないとソルジャーがいないんだ。最初レンジャーしかいないとかそういう話？あ、レンジャーもうこっちじゃん。最初じゃあ、あのヒーローユニットしかいねえんだ、多分。あ、スナイパーこっち。新しいユニットが増えんのかな？あー、面白いね。しかも長い。あ、長い。最後何があんの？下方輸送。まあまあ、いっか。その時々で見ていこう。まだ50ポイントしかないので、こっちか？カエルスの能力向上ができんのか、もしかして。ここではキャンペーンのヒーローの性能を調べることができます。レベルポイントを使用できる場合はアップグレードパネルで性能をアップグレードできます。やり直しができるんだね、これね。再度クリックすると元に戻すことができます。はい。レベルなし。パーク選べんだ。カエルスの攻撃力上がったり、HP が上がったり。で、今持ってるのがこんな感じだ。はぁ、面白いね。ほぉ、やった。行ってみるしかないよね。行きますか。エスケープ？違う、どうやって戻るんだ。これか、マップがこれか。よし、じゃあ秘密の谷やってみようぜ。勝利条件、感染者すべて殺す。コロニーの人口300人。レンジャーが浅い川の土手にこの小さな谷を見つけました。新帝国の首都がある巨大クレーターの外で最初のコロニーを作るには間違いなく最も安全な場所です。で、これをクリアすると帝国ポイントってなんだ。まあわかんねえけど、いいか。失敗。33日以内に人口300人。やるしかないよね。行くぞ。はい。さあ、久々なんかレールがあるぞ。あ、レンジャーいるじゃん。で、カエサルって、カエサルじゃなくてなんだっけ、はいねえの。いないみたいだね。まあ、いつも通りやるんだ。はい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 。住民はまあまあテントだよね。食料を取ってテント。住民は毎日コロニーを通る列車でやってきます。ほうほうほう。家を建てて即じゃねえんだ。はい、じゃあまあやるか。これで、まあ、3つ置けと。はい。で、食料がまだあるけどお金ねえのか。はい。なんか久々、すっごいいるね。ソルジャーがいねえんだね、これね。これはなんだ。まあまあ、とりあえず食料か。はい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 。食料はまあこれハンターコテージだね。はい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 。食料を得るには漁師と狩人用の小屋を建設します。はい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 。まあ、この辺は買って知ったるって感じの。先にあれ置きたい。木ここかな。これで、はい。あ、列車来た。これさ、引かれたらどうなんの。引かれたりすんのかな。危ないね、これ。引かれないように。こっち。あ、危ない。ちょっと引かれそうな気が。まあこの辺はいいんだ。で、電気まだあるね。フードできた。まあまあまあいいでしょう。はい。木置いとくか。そこら辺のあれはと、石があるね。行っちゃっていいのかな。引かれたらどうなるかがわからん。こっちはどうなってんだろうね。はいはいはい。まあ、こっちだ。あ、埋まってそうだぞ。食料がない。こっち、はい。あ、いっぱいいるね、ここ。そっちからは来ねえのかな。
ちゃうちゃうちゃう。電車電車電車がどう来るのか。あーいっぱいいる。あ走って走ってる。やべ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 、危ない危ない、行かない方がいい。で特にって感じだ。じゃあこっちだとは。はい、マップにはコロニーの資源である石鉄ゴールドの埋蔵地域があります。はいはいはい。採石所はわかるけど、採石所の上に石がもう塊で置いてあったね。はい、OK です。取れるよね。取れた。エネルギー、建物はコロニーのテスラタワーですな。この辺は覚えているぞ。はい、OK。 まあまあまあ、ここにいりゃいいか。いいでしょう。はい。で、食料あるね。こんな感じ。食料、はい。キー取った方がいいのかな。はい。ん、これは何。あ、もうこれマップがいいか。あ、でもいけるよ。あ、いけるけど、これ以上敵は来ないということでいい。こっからはわかんねえな。どうなんだろうね。どうなるかわかんねえけど。よし。で、電気までいいか。食料、ここ。こっちどうなんだろうね、わかんねえな。建てられるのかね、あの弊社は。わかんないね、これ。あれ、なんか色おかしくない？いいんだっけこれ。あ、雨降ってきた。そんな地形効果があるんだ。びっくりびっくり。食料ハッチ、はいはいはい、置きましょう。置ける。はい。で、研究とか弊社テント、あ、ないね。あれ、木造研究所だっけ、なんだっけ、名前ちょっと全然覚えてねえよ。はい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 。電気がない。はい。はいはいはい。やばい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 。ちゃうよ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 。走られたよ。あ、埋まってる、ここ。埋まってんだったらここ倒したら終わりだ。あ、なんかあんのかこれ。食料があるっぽいね、これ。そういう感じなんだ。はい。弊社建てようぜ、弊社。だから石取んねえといけねえんだけど、石これだよ、遠いわ。じゃあ伸ばしてっか。木まだいいかな。いっぱいいるね。詰まってます。食料。あー、ガイコンが。それすら久々に見るから。ん、敵、う、近くカラスか。はい。はいよ、ここ。来た来た来た。 OK ね。じゃあこっち行っていいのかな、全員で。なんとも、うわー、侵入されそうな気がする。というか33日までに、ん ?22 に群れが来る、群れが来る。ちょっとなんかやっぱ嫌な予感しない？人増やすばっかじゃなくてさ、あの
なんかやった方がいいんじゃない？兵舎立てて。一人いようか、これ。走るやついるでしょ、もう。あんま行かない方が。そんな感じにしといて。で、兵舎食料を取りつつ、いけねえか。次行こう。これもうトロ石石取んねえとやばい気がする。食料食料、これか。はい、走んのやだね。やっぱもっと増やしたいよ人、これ。弊社弊社、こっち行けばいっぱいあれが取れる。よし、置いちゃおう。まず採石4と、これね、ここに木置くかもしんねえな。14、同じか。はい、大丈夫？人足んねえよな俺な。石があと15ね。まあとりあえずバンバン置いてくしかねえよ俺。食料を取って電気置いとくか。取れそうだねここ。18、はい、いけないか。木が足んねえな。1個取っとこう。14か。はい、やだ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 、いかんていかんて。ちょっとやめてほしい、ちょっとやめてほしい。そっちじゃねえな。あ、でもなんか硬くない？俺たちゾンビの強さとか弱いのかな、もしかして。あんまいかない方がいいな、やっぱ。もっと増えるまでちょっと待とう。ここで、あと7で電気はある。フードがない。こっちか、同じ。はい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 、伸びるか。はい、いいか。ほい、食料ください。ここかな。大丈夫です。ここ、もう一個いける？いける。いや、足んねって足んねって。はい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 。コロニーに十分な石材が集まると兵舎を建てることができます。建てましょう。はい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 。まずはレンジャーだけね。わかりました。これでいいか。はい、バンバン鍛えましょう。はい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 、はい、いやいやいや、ちょっとよくないよくないよくない。
いや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 、よしよし、増やそう、早く増やそう。あんま進みたくない。はい、見てくれ。来た来た来た。食料食料食料、こっち行かなきゃダメか。はい、伸ばそう伸ばそう。うん、研究できねえから農場もないしね。うん、バリスタとかもねえのか。壁はなんとかあるけど罠がねえ。7 12 17 10、まあ伸ばすしかねえよな。はい、おいよ。食料できた、置くぞ。200人だっけ、300人だっけ、なんかミッションあったけど、人数超えた時点で勝ち。どうやって見るんだろう。勝利状況もう一回見れるかな。あ、見れねえわ。どっかで、どっかで、あ、どっかで、あ、見れないね。そうか。まあまあいいか。電気。電気がない。はい。こっちは？いない？お、やっとベテランが一人。いけそういけそう。電気もう一個立てとくか。ここ。置けねえな。あ、これがあるからか。はい、伸ばすか。こんなんで、まあ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 、あららららららら、あ、いっぱい来たいっぱい来たいっぱい来た。いや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 、いやね。はい、まあこんな感じで、まあ来るなら来やがれと。はい、ほい、さあ食料あと1個。続けのやつ、ここ。こう、こことかありなの？一応ありっぽいな。はい、はいよ。さあ、まあとりあえず強化個体は出てこないっぽいんで、ああ、まあまあなんとかなる。
OK。 さあバンバン置いて人を強くしよう。あれ電気、電気、食料がなくなったよ。置けるね。これちょっと怖えよ。置けない。より整った地面を選択。レールの隣だからか。うわ、来んのかなこれ。いたよね、でも敵自体は。レール邪魔じゃねこれ。ゲートは置けんの、わかんねえわ。はい、まあ大丈夫でしょ。でここまで行けばあれか、また置けんのか。はい、食料、銃に、はい、ずれた。 V だっけ、 V か、覚えてるな。ショートカット変えたのでそこら辺がなんかちょっと慣れないかなと思ったけど、なんとかなってるかな。OK、 食料、食料、はい、なくなった。次だ。ウェーブが22に来るって書いてあるね。15まだいけんぞ。行っちゃっていいのかいこれ。まあ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 大丈夫だ。オッケーオッケー。侵入口一応いた方がいいか、ここ一人ぐらい。ベテラン送っとくか、ちょっと心配。万が一が、万が一がある。いやねえと思うけどね。一応伸ばせるな、もう一個ぐらい食料置けるかもしれん。どんどんコロニーが来る。これあれかな、その巨大クレーターとつながってんのかね。はい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 、ここ、こう行っちゃうぞ。いなさそうです。置いとくか、お金持ってるしな。あ、大丈夫でしょう。あ、上だこれ。じゃあここで塞いじゃっていいってことだね。ここだ。じゃあ3人ぐらい残して。今度こっちでしょ。こいつか。来てるやんけ。なぜ？あ、どっから来た？いなかったよね。やっぱり画面外から来るっぽいぞ。壁やっとこう。いや、埋まらねえ。埋まらねえから？あ、塔もねえぞ。櫓がねえ。なるほど。結構、結構だよ、これは。一個伸ばして。はい。二人ぐらいとかいいだろう。でこっち行く予定ということで、食料、電気、いいか、いいでこうか。はい、
食料置きます。これと、はい、まあ、これが限界ぐらいもう置いてるぞ。何人だっけ、300人超えて400人だっけ、ちょっと覚えてねえけど、もうちょっといた方がいいか。木材がね、はいはいはい、木取っとくか。木12、 OK ねえわ。12、はい、行く？行くしかねえか？行くか。引かれないように、引かれないように。あと伸ばさねえとな。あ、こうか。とりあえずはこうなるか。はい。中に入られないようにしないとね。ちゃうちゃうちゃう、危ねえ。また同士打ちをするとこだった。はい、とりあえず市場がないので普通に置いておき続けるしかないっていう。置けねえか。はい、フードゼロになっちゃった。次どこに置けばいいんだ。食料が置ける場所が意外とねえぞ。ベテラン、はい、こっち。この影は何かあるかい？いるいるいる、やばいやばいやばい。ちょ、もうちょい増やすか。もうちょいもうちょい。来た来た来た。置いて18ね。食料やばいぞ、そろそろ真面目にやばい。こっち行くしかないよね、もうね。だからあ、行けねえぞこれ。ここ？ここで隣まで行けるのか？おお、待て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 。いや、まあまあまあ避けるっぽいけどね、どうも見た感じ今の。来ねえか。あ、食料ある。行くぞ。ここ抜けられるとやべえか。こっちなんかある？はい、食料2で行け、いや行けないね。この先はどうやると、タワーを建てると、遠い目も行かない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 。やっぱ来てんね。ヤグラが欲しい。ヤグラはなかった。こっちに行けない、行く方法がないね。そうなんだ。いや、どうするんだろうねこれ。わかりました、まあまあこれはこれで。
食料取り尽くしたということで、桶のところ置くしかねえ。これ適当なところに9ねえな。8、うわー、どうすればいいんだ向こうまで。まあ、とりあえず殲滅するか。食料あそこにあるんだ1個、取った。よしよしよし、18か。あとはい、あとはレンジャー用にしよう。あ、フードかかんねえんだっけレンジャーは。あ、置いちゃってんのか。そっかそっか、ソルジャーがフードかかるのか。オッケーオッケー、バンバン置いていいと。バンバン置いてます。終わった、まだ。やべやべやべ、そういうんじゃなくて、なんもないね。埋まってる埋まってる。はい、オッケーです。進むぞ。マイナス2になっちゃった。置けない。いけないんだね。取れそうなところ探すぞ。ここいけたんじゃない実は。あ、ダメか、これあるから。お、4、やった。4しかねえ。はい、ちょっといっぱい来ちゃったね。はい、さあどうかな。あ、またある、取り行こう。これでやるしかねえのか、もうもはや。終了、荒廃してるねこっちは。ですね、いっちゃいっちゃい。食料もねえし、なんかやることねえぞ。終わってしまった。はい、まあ、こんだけいればね。はい、あれをいただこう。お金もあるけどさ、お金はいらんよ。 OK、 さあ置くのだ。終わってしまった。終了です。あ、もう一個あった。いただきます。さあこれどうなんだ。もうやり尽くしたぞ。そっちの方何個まだあるかな。ゼロ、電気こいとくか。あと直すのってどれだっけ。これか、 X ボタンね。一応電気、はい、あるかな。どっから来てんな列車。上から来てるよね。で、あと敵ここからしか来ない感じ。終了です。C 巡回じゃなくてなんだっけ、追撃、追撃。あ、いたみたい。あ、こっちなんかまだあるぞ。まあ、こんだけいりゃ追撃でもいけちゃう気がする。グループ入れたんで多分まとまっていってくれるはずだ。なんかあるかも。あった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 。
ゲット。影から出てきた。一追撃。終了。あとはどこだ。行けるところ。ない、ないな。水のやつ。なんか増えてないよね。うん。以上です。じゃあ、あとは。あ、またあった。OK、動かなくなったってことは、敵もいなくなったってことだ。C を押しても。何も動かない。あと1個。ラスト。マジで終わりだぞ、これ。万が一があるから、バンバン作っとく？ここにいりゃいいんじゃねえかな。閉じれねえのはちょっと痛えか。22日にウェーブが来るんだろ？それをなんとか防ぐという感じ？ここかな？埋めといた方がいいかな？なんか置けそうな気配するけどね。ダメかー、いけねえかー。ダメだね。門回転ボタン、あ、置けた置けた。これか。理解した。こんな感じで、はい。となると、これ良くないね、多分。いや、まあこれでいいのか。よし、あとはひたすら呼ぶだけよ。155人いるから、弊社2代目立てちゃうぐらいの勢いだ俺も。立てる、マジで。木材2037あるけど、いや、いらねえと思うけどな。倉庫も建てらんないし。いや、いらねえだろ。置いちゃえ。置いちゃった。向きがね、俺タブをね、指令室にしちゃってるから、ちょっと待ってね。向き変えんのがわかんねえや。これタブにしちゃったので、向き変更、どれだ。向き。ちょ待ち、何これ。グレネードを投げる。 G、 医療キットを使用す。これは初めて見たね。出てくるってことだ。向きどうやるんだろう。もともとタブだったんだよね。フラット。これか、エンターだな、多分。多分エンターだ。押しにくい。すごい押しにくい。でも、斜めってるところは置けねえんだ。まあ、これがいっぱいだ。はい。オッケー。北から来ます。どっちかな？なんだ？ミッション、ミッション情報あった、これ。すべての感染者の、これが終えてからか。オッケー。了解。どこ来るかね。はい。ここか、こっちかな、どうかな。撃っちゃえ。さあ、どうなる。
お金が取れてない。まあまあいいでしょう。マイナス6ってなんだ？あ、こういうあれか。設置物しちゃってるからか。来たっつってるよね。オッケーオッケー。まあまあ大丈夫だろう。どっから来るかな。はい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 。ここやりづらい。すげえやりづらい。まあ積んでんね、いろいろ。さあ来るぞ。どこだ？こっちか。まあまあ余裕だと思うけど。来た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 。まあ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 、こっち大丈夫ね。まあ、ちゃんと引いといてよかったね。まあ、完全にここで防衛しろよっていう言わんばかりのこの細さね。ちょっとやばい。大丈夫か。オッケー、勝利。なるほどね。できました。はい。で閉じます。で次のミッションが開かれると、お、3つも選べんの。ラストバンカー、クロスロード、狩人の草原で、今回ポイント得られたので。リセットってどうやったんだろうね。何これ。ベアリングと滑車。あ、すごい。漁師小屋の食料生産量アップとかあるんだ。まあ、これだよね、まずは。傭兵、レンジャー、あれ？これも持ってるってこと？ミッション開始時の追加ユニットだ。あ、だからレンジャーが最初増えるんだ、これで。まあ、ちょっとどれ選ぶかは次回考えるとして、今回は一旦ここまでにいたしましょう。やべえ、すげえワクワクすんね、これね。ということで、また次回、それではまた。